それに応えるようなパフォーマンス続いてます。さあ、古田バッターボックス、先ほどバッターボックスになって、7本ポーズをしてくれて、ありがとうございます。あ、じゃあ、やってくれよ、やってくれますよね、本当に。アンティアの一言でお願いできます。さあ、その古田がセカンドランナー宮本、これはヤクルト時代に共に戦った、おその仲間が、スイングすごいですね、この人は今でもいろんな野球とかソフトボールにも参加してますけども、そうです、はい、体はとにかく、まあ、鍛えてるというよりも老化してないです、完全に。そうですね、本当に何でもできます、今 CM 見てても元気がありますもんね。これはエキサイトシートか、まあ、追ったら取れなくてなかった追ってるのを見たくもあったっていうところもありますね、もし追ってれば何か賞を差し上げたかもしれませんけど、あ、ダメ、ダメ、わかりました。もうやっぱり、ね、そういった体の調整とともに体調とともに毎年参加してくれてます。ベンチでは竹内さん、川藤さん、山本監督、東尾さんの顔も見えます。さあ、浜野モンチッチが何をやってくれるか。ワンボールワンストライク、ちょっと大変ですね。打球の行方には十分ご注意ください。いや、年齢で言えば38歳ですから。そうですよね、打者としてはね、まだまだ十分いける、まだ十分、福岡県出身、ドリームマッチ初出場。さあ、岡島、能力、率先してボールを拾いに行きます。はい、先輩どうぞ。この辺りがやっぱりいい縦関係ですね。野球界における美しい縦関係。東山高校、東福岡、はい、高校野球ももう間近です。そうですね、いよいよその季節がやってきました。高く打ち上げた打球、これは山崎大輔、おお、いや、そろいましょう。これはちょっと無理ですね。懸命にボールを追ってくれました、山崎大輔。さあ、2アウトまで来たんですが、この回2点を先行したザ・プレミアム・ポルツ。岡島、ここで抑えられるか。いいボール、ちょっと外れました。たくさんのお客さんを迎えてお送りしている今日のこの試合ですが、難しい打球が、それではどうだ、間に合いません。浮いてきましたけどね、ちょっと岩手が無難の日になってますけど、そうですね、懸命に追うんですが、右左に、打球はちょっと良すぎる感じ。いや、本当ですね、見事なボール。後ろ塚さんの現役時代に、バットが届くところはストライクゾーンだと思ってたんです。なるほど。だからここで、またセットになりましたよね。そうですよね。これはどう
ヤブラ、ポッとセンドリーを切ってスリーアウト。バットのヤブラ、ねえ、ほっとしたことでしょう。しかし、この回、ザ・プレミアム・ブルース、2点先行。